気ままにダラダラ、ショーチャンネル。これ気づかんて。でもラッキー、これできるやん。どうやったっけ。おい、静かに帰ってくんなや。おい、出てこい。とりあえずお前出てこい。開くわけはあらず。ん？何？あ？何これ？松野の愛姫？あ？なんか手に入ったけど。え、次はこれ使うの？今日他何もないよな。よいしょ。いや、何もねえ。あ、こっちあるわ。あー、またこれ佐世系か。はい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 。お、また日記。3つ目が、相次ぐ怪奇現象から病院は閉鎖した。後に精神病院に変わると聞いている。これ絶対あかんやつや。閉鎖してからの精神病院は絶対にあかんパティンやで。あー、事件の匂いがします。で、とりあえず俺はどうしたらいいやろ。この苗木を探すのが今一番かな。ってなったらもう一個の部屋か。こっちだ。真っ暗なんだよこっち。ガチで真っ暗やで。何部屋ここ。いろいろあるけど中身はない。何もない。あ、あった。お、白浜。オッケーオッケーオッケー。じゃああと1本か。この先あんのか。いやー、暗いな。てか何の部屋なのここ。倉庫。お邪魔します。なんだここ。シャワー室か。はい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 。アメリカンドラマとかによく出てくるよね。ここなんかあるか。何もなくね。あった。あるやん。え、でもこれでじゃあ全部揃った。揃ったね。あら、すんなり意外と終わった。もう終わってくれたらそれでありがたいけど、こんな暗いとこもう痛くない。とりあえず戻ってさせてみよう。でもこれも法則あるんちゃうの。これ多分あるわな。今日そのヒントが出てないけど、どっかにヒントある。これ。いや違うな。これか。これやな。一気に待てよ。最初に刺さってんのは普通の木か。普通の木で、これがダークウォークで、松で、これが白樺か。え、これでいいのかな。まだこれで反対とかあるんちゃうの。はい。あ、開いたわ。やる俺。じゃあさっきの扉が開いたのかな。開かずの間。どや。お、開いた。オッケー。うわ、また暗いぞこれ。何？なんで木材なの？なんでむき出し？え、何？なんか走れなくなったんやけど。あ、くっそ。くっそ。いや、今さ、こういうパターンって後ろからなんか追っかけてくるんじゃないのかなと思ってさ、振り返ったらこれだよ。してやられた。くっそー、うかつく。もう抜けよ。あ、ここ抜けよ。暗いもん。あ、やっと扉発見。これ赤？オッ
OK。 え？戻れなくね？戻れなくなったんですけど、これいいのか？そのまま進んでいいのか？あ、ここ開かない。また血だまりがちょっと増えてきた。なんや？何もない。あ、ある。4つ目の日記。あの病院が閉鎖してから病院に勤めている夢を頻繁に見るようになった。閉鎖のことで気にしすぎたのだろう、うん、着実に病んできてますな。で、こちらは何もなし。この部屋は二度使う。どういうこと？二度使う？使う場面ある？あとは鍵ある？これ取れるか？あ、取れた。緑の鍵。鍵は手に入れたけど、二度使う？これ使うのか？かまど？まあいいや。とりあえず先行こう。あっか？え、ダメだ。じゃあもう一つ？開いた。OK。ここは何だ？この部屋に隠し通路あり。隠し通路？ここ？まあいつものハイフワールドの例で言うたら、絵の裏はまあ通り抜けできれるような設定ってか、そういう設計になってるけど、まあ、ダメか。今回は違うか。ん？じゃあそれを探さなきゃダメ？けどこっちは道側やからないな。多分こっちか？よっ。ん？どこだ？こっち違うな。あ！きたー！サクサク！やった！で？ここどこ？とりあえずレバー引いとくけど、ここどこだ？あ、さっきの部屋じゃん。あ、ここに戻れんのね。了解了解了解。で、ここは？あ、チスは6歳でいます。なんや、それを解除しろってか。あ、何これ、どういうこと？なんかあんの？え？またなんかいたけど。なんなの？時々出てくるよな。まずなんなの？え、わかんねえ。もういいや、あいつはスルーしよう。こっちは？あ、あ、外出れんじゃん。あー、けど庭出るだけか。ここどうすんやろ。これダメよな。なんかある？てか、ここ微妙に雰囲気怖い。部屋の中より怖いかもしれん。ん？これ何？この仕掛けも解けってか。どこ行きゃいいんだ？なんか押してる。え、行けない？なんで？え、行けないんだが。なんか見えん壁がある。え、ここもダメ？あ、こっち行けた。なんや、まだこっちあかん。迷路になってんのかこれ。ムカつく。微妙にムカつく。あ、ダメや。なんで？あ、こっちから行ける。 OK。 え、鉄インゴット、インゴットでまだなんか作るのかこれ。よいしょ、やっと出れた。ん？どうしよう。ちょっとヒントを探すべきなのかな。ちょっと今の状況でこれどうしたらいいのか分かんない。ん？なんかいるし。こっち見てるよ、静かに見てるよ。むしろあ、
あったー、これか。はマタインゴット。おーってことはまた加工しろっていう話けど、2つやったらハサミしかできんぞ。ハサミ作ったってしょうがないやろうし、他行くとこある？見落としてるところないよな。これはここで終わりやし。あ、ここ行ける？はい。あ、行けた。ってことは開いてる。じゃあ正解だ。ここ正解？けど道なくね。何？あ、うわ、またかよ。上から来んなや、もう。腹立つ。でもここ正解なんだね。オッケー。作業台は？作業台。え、作業台は最初のとこ戻らんとなかったよね。ここないしな。あ、また鉄人ごと。3つ目？あ、わかった。これ多分バケツ作るんじゃねえかな。で、バケツ作ってさっき見つけたあの仕掛け、あそこの水を取るんじゃないかな。ここそしたら多分回路が閉じる、閉じるというか止まる。だから開くのかな。どうやろう。でもこれ戻れるか。戻れる道なんかあったっけ。ここないよな。まあ一応戻ってみよう。あ、これか。これ使って戻んのか。あー、戻れた。 OK。 え、どこが割れた今。え、もうやめて、もうそういうことやめて。よいしょ、これできるかな。あ、ダメか。やっぱもう一個の方で使うとダメか。頼むから何も起こるなよ。よ、さあこれで合ってるといいんだけど。でこれまた戻り方は最初の行き方で合ってんのかな。あそっからじゃ降りられるもんな。どっから行ったっけ。こっちか。よいしょ、 OK。 さ、サクッと行こう。でももうだいぶやってきたけど、もう終盤なのかな。どうだろう。よいしょ、はい。あ、来たー。さあこれでまた新しいエリア。は？は？館の方から音が聞こえた。館の方？え？っていうかなんでトロッコの音？え、そんな仕掛けあったか？え？こっちとか？いや違う。まだ例の方がいるだけや。え？どこ？こっち？え？なんか増えてる。なんか増えてるけど。え、なにこれ。あ、隣と連動してんのか。え、どうしたらいいや。全部光を消したらとかそういう話？うわあ、そういう仕掛けだったら俺大嫌いやで。もう適当にやるけど。合うのかこれ。うん、来た来た。なんで来た。増えすぎて全然わからなかった。え、これでテストの鍵解除。マジ。お、開いたー。よし、これで青の鍵。
あ、よかった。やっと進める。で、どこだ？え、これどこで使うの？え、使うところ。ん？こっち違うな。あれ、違う。あれ、他に部屋あったっけ？全然覚えてない。もうさっきのは必須すぎて。マジ必須すぎて覚えてない。あら、部屋なんかあったっけな。こっちの部屋。あ、またいるし。お前何なの？あ、消えた。不意に消えるな。まあいいけど。あ、こっちだわ。こっちで間違いない。確か一部屋だけあったはず。開かずの部屋。うわ、あここで来んの？もうやめてよ。今もう安心しきってるところやないの。くっそ。でも出てきたってことは合ってんだな。どうだっけ、ここか。あー、いた。あー、オッケー、到達。で、え、また奥あんのこれ。うーわ、どんだけでかいのここ。うーわー、血がすげえんだけど。この部屋だけどうしたの。誰か血祭りあげられたこれ。まさか、まさか看護師さん。はい。夜眠りについて目が覚めたら謎の館にいた。頭痛がひどく気持ち悪い。気のせいだろうか、あの患者の声が聞こえる。はあ、あの患者、こいつ、まさかのこいつ。これは回収できないか。これは、あ、できた。バールバールのようなものが。でもこれ使う場面あるかな。まあいいや、武器的なものでもいいけど。こっちは、え、あ、床が変わった。何、もうやめよう、もうそういうのやめよう。でサボテン、なぜサボテン。いいけど、とりあえず持ってく。ここは、ここ何もなし。え、こっち開かない。え、なんもないのかな。あ、やっと確認できた。何やった今の。今のが地味に怖かったけど。何やったや。やめてや。この奥、書斎か。こちらは、ん、羊毛を染めよ。この羊毛、あ、だからサボテンか。あー、染料を作ってってこと。でもサボテンの染料を作るんやったら焼かなきゃいけない。あ、だからこの前のあのかまどか。あー、なるほどな。ってことは、え、あ、びっくりした。これでビビんなや俺。もうやめて。ここは何や、アイテム部屋。うん、けど何もねえ。上も何もない。ないな。え、開かねえし。じゃあ鍵はここ必要なんだ。今日待てや、燃料ないぞ。今まで燃料みたいなもんなかったけど。これ取れるわけあらず。食べやな。木材、いや木材もなかったよな。またなんか、え、え、何。なんか落とし穴はまったんやけど。何そのちっちゃいいたずら。ムカつく。何だこれ、何、取れないか。え、ダメか。え、ほんとどうすんだろう。このバールも気になるしな。取れるもの、いや無理やな。なんか入手するんやと思うんやけどな。燃えそうなもの、あ、なんか来たぞ今。あ、
壊せれたけど、え、これ誰すんの？あ、日照センサーか。え、これ使い道あるこれ。え、どうすればいいの？わかんねえ。あ、ここ戻ってきた。あ、そうか、この部屋やったんか。これ、え、でもならんよな。紙、紙なんかならんよね。いや、ダメだよな。まさかの？ダメ？日記も無理よね。え、入った！え、日照センサーで燃料なんの？初めて知った。燃やせんの？で、なった。マジかよ。これ気づかんて。でもラッキー。これできるやん。どうやったっけ？おい、静かに帰ってくんなや。おい、出てこい。とりあえずお前出てこい。もうマジ、唐突だ。やめよっちゅうの、もう。収集がつかんくなるわ、こっちも。あ、またかよ。なんや、悪口言うたからか。働きすぎですよ。で、線量なんもならんぞ。これをまた投げろ系かな。はい、お、できた。これで黄色の鍵ゲット。オッケー。じゃあさっきの扉かな。開いてくれ。よし、開いた。オッケー。オッケーじゃない。暗すぎるやろ。あそこ暗すぎるやろ。マジで？ここ行くのか。開く。ここはなんだ？鍵？あれ、普通に手に入った。もう一個は日記の6。はい。ああ、夢じゃないのか。目が覚めない。わからない。自分の名前がわからない。どうしてここにいるのかわからない。寝たら体が軽くなった。それでも館から出られない。どうしてだろう。宙に浮いた。俺もさっき宙に浮いたぞ。ってことはこれも取り憑かれている証拠なんかな。看護師さんもそうだったのか。疲れてしまったか。で、この先何なの。その疲れてるっていうか、ついてるご本人と会えるのかな。家主、この館の主は、いる。なんだありゃ。はピックマン、どうしてこんなところに。あなた院長に似てる。え、看護師さん。看護師さん、あの顔がカビ生えてる。カビ、え、消えたし。あなたはやつ狙われてるわ。早く逃げて館から脱出しよう。ほう、家主の日記。紙、どうやら重い病にかかったらしい。入院は嫌だな。特別治療が難しい病気ではなく、リハビリなどが大変そうだ。手術当日、やはり緊張する。まあ生きて帰ってくることはできるだろう。翌日、体が軽い。病院というのはすごいな。感心した。嫁が泣いている。なぜだろうか。手術成功で喜んでるのか。院長室から医療ミスなどあまり良くない話が聞こえる。あまり耳を傾けるのは良くないな。これ空白か。許さないって。あー、ミスしちゃったか。医療ミスしちゃったか。え、何それが怨念になって、その病院をまあいろいろやっちゃったってわけ。そういう感じ。これ呪ってやる。ちょっと待ってよ。字かわいいな。かわいくないこの字。
呪ってやるみたいな。え、今日これ取らさないよ。脱出しよう言うたって、その玄関、え、どうすんだろう。え、もうそのまま行ってんかな。どっか鍵あった？いや、なかったと思うんやけど。どこや？ちょっと脱出できないんですけど。ちょっと、あった。こんなところに。なんでこれ見逃したやろ。まあ、よかった。とりあえずもうこれで脱出はできるはずだよね。玄関の鍵、うん、当てる。よっしゃ、ようやくクリアや。よし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 。ただ結局さ、まあこれで脱出できるにしろ解決にはなってねえんだよな。いいのかな。よいしょ。その真相解明的なこともそんなにやってないんですけど、さあこれでいけるか。どこへ行く。逃がさない、絶対。お前もあいつと一緒に。お、そうはさせない。あ、何、私の最後の力、今のうちに逃げて。足速っ。逃げ足速すぎやろこいつ。何、目が覚めたら自分の部屋にいた。あ、じゃあこれで目が覚めたってことか。で、これでクリア。さっきのは夢か現実かわからない。看護師のことも後でいろいろ調べるとするか。てんてんてん。お、ザ・エンド、終わったー。ああ、これでクリアか。じゃあ、まあ結局のところあれかな、夢落ちでまあ一応終わりを迎えたのか。あー、シーンのほどは分かんないんだね。なるほど。で、こっちは、あー、裏側か。ゲームクリア。さ、作者さんの言葉かな。クリアおめでとうございます。楽しんでいただけたら幸いです。いや、楽しいな楽しいな。シナリオ作りが苦手ということもあり、ストーリーもよく分からなかったと思います。謎解きも意味不明だったかもしれませんが、最後まで遊んでくださり本当にありがとうございました。いや、これはこちらこそありがとう。ちょっと久しぶりに面白かった。まあがっつりだったね、結構ね。さあ、というわけで、これにてハイフワールドグラッチ実況の方は終わりたいと思います。いやー、けど今回面白かったな。まあ謎解きもそうだけどね、本当に小さいところ、小さいギミック多くてて、いやー面白かった。てかもう飽きなかったな、最初から最後まで。出てくるんだもんこいつら。ちっちゃくでも出てくるからな。いやー面白かった。またこういうハイフワールドがあったらね、遊んでみたいね。まあ皆さんもね、おすすめのハイフワールドとかあったらぜひとも教えてください。またチャレンジしに行きます。というわけで、今日はこれぐらいで終わります。それではまた、バイバーイ、またねー。